とこにログがいるパターンがマジで意味わかんないってか、まずお前なんでそんなとこに本当いつ使うんだろうねこれね。謎も大きいんだけど、でも意外とこれ楽勝です。さあここに、まず与えられてる式をラージ M っておいて、その後に両辺に、ログをつけてあげるっていう、2点、やってもらえば、あとは覚えてもらってる公式を使って、解決します。まあ、要は両辺ログ取ってあげると累乗の部分って前に引きずり出すことができるんですよね。例えばログ、2の8とかって、なったら、まあ、これ頭の回転が速い人だとすぐに答え分かっちゃうと思うんだけど、まあ、わざとログ2の8は2の3乗になってるから、この3っていう部分がここが何だろうと累乗ってよいしょって前に引っ張り出せるんだよね。だからこいつらをまずログに取って前に引っ張り出したいと、ということで例えばこうやって3になって後ろにログ2の2で、ここがもう手揃ったら1なんでしょ、だから答え3みたいな感じで、ポイントとしてはログをつけると累乗をよいしょって引きずり下ろせるね。この動きを引きずり下ろすっていうちょっとえぐい表現で言うけど、うん、これを狙ってやっていきます。でその時に、まあ、今までのやつとちょっと違うのは、一旦これラージ M みたいなので置いちゃった方がいい。それで M は何者かを考えてみるといいです。なんで、この通りやっていきます。5のログの5の7をラージ M と送ってやってあげて、両辺にログをつけてあげると、ログの、一旦手は無視してログ5の7のログ、の M で、まあここは、ここの手とか、はい、新たにそのここだね、まあ、丸1の M で置くっていうのはここだよね。で両辺にログをつけるっていうのはこのログ5をつける、ログ5をつけるっていうことです。はい。で、これをやってあげるとどう変わっていくのかというと、まず、約束通りここの累乗をに前に引きずり下ろす累乗がこいつだな、これを前に引きずり下ろせるので引きずり下ろします。ログ5の7、はい、ここは間掛け算ね、ログ5の5で、ここが変わらずログ5のラージ M になってて、でほらここはログ2の2っていうのは定と進数揃ったら1っていうのは決まってますので、ここが1になるんだよねと。はい。で1になるからかける1しても変わらんから、はい、ログ5の7イコールログ5の、はい、M で、もう元々与えられてた M のところは比べてあげて7になるよねということで、元の式これ7が正解なんですね。要は公式としてこことここそれってのは7でいいですよっていうのは、まあ、あるんだけども、まあそこは、ちょっと怖いのでやめて、確実にね、この手順を踏んでどんな問題でも対応できるようにする。じゃあ、同じように、こっちの問題も、やってみましょうと。はい、同じことをします。M と置く。ここは、手は何でつけるかっていうと、ここの累乗の中の手で揃えてあげるので、今回、ログ6の36の G ちっちゃくてみたいね、ログ6ルートもう読まないでいいや、でこっちがログ6の M になります。さあ何やってるか分かるかな、イコール M で置きました。次は両辺に、ログをつけるんだけど、ここは定の中、累乗の中の定で揃えましょう、うん、いうことなんで、こうやってやってますと。で、さっきと同様に引きずり下ろしますと。
ここを前に引きずり下ろします。で、やるとログ6ルート5かける、今度はログ6の36なんだけども、これ掛け算で今度は1で消えませんね。で、こっちがログの6のラージ M になってます。さあ暗算で出せるかな。6と36はここ6の2乗だから、ここ全体で2になる、ね、2になります。で、これを式変形していって、2はどこに行くかというと、この中のルート5に掛けちゃダメで、この2は前に行きますと。2かけるログの6ルート5イコールログ6の M になってて、で、今はラージ M の値を求めたいので、じゃあこの2をどうしようって言ったら、いいですか、引きずり下ろせるし、前の数字を別に元に戻してもいいよね。だから元に戻します。はい、元に戻すというと、こいつがここに来ますと。なのでログ6ルート5の2乗になってログ6の M で、ルート5の2乗、当たり前だけど5ですね、5になって、はい、ラージ M の値は5なので、はい、これの値はなんと5ということになります。はい、さあ行くぞ。でまず M っておきましょう。で、両辺ログを取りましょう。で、ログの定のところは、後々のことを考えて、ここの定で、揃えてあげるといいと思います。で、あとは、知ってる公式を使っていくんだけど、とにかくログの、進数の上の累乗っていうのは引きずり下ろせるし、で、自分の都合に合わせて今度元に戻ってほしいなと思ったら、引きずり下ろしたものを、お帰りなさいって言って、こう元に戻してあげるというふうにやってあげると上手に、うまくいくと、思います。